この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。その子が同じ電車だと気がついたのは2学期の初めだった。その子について知っていることは隣のクラスだということ。本が好きらしく、いつも行き帰りの電車で読んでいる。単に毎日同じ電車に乗っているだけのほんの小さな発見だったはずなのだけど、それからというもの、俺は彼女のことが気になり始めていた。だからといって詳しく調べ回ることをしたりとか、ましてや声をかけるなんてこともするわけじゃなく、ただ彼女、桂琴の葉を遠くから眺めていられるだけで、その日がちょっとはマシになるような気がしていたんだ。知ってる？携帯電話の恋のおまじない。うん、好きな人の写真を待ち受けにして3週間、誰にもバレなかったら恋が成就するってやつ。誰にもバレなければ恋が成就するか。バカバカしい。おーい、何見てんの。はは、例の恋のおまじない。伊藤って結構ミーハー。そんなんじゃない。それに西園寺とは関係ない。釣れないな。急に何度。今日から隣の席よろしくね、伊藤誠くん。はいはい。釣れないな。別に。ねえ、伊藤ってさ、勉強できそうだよね。別に。釣れないな。ねえ、伊藤ってさ。何？4組の桂さんのこと好きなんだ。見たの。ふふん、見ちゃった。お岩はこのうちすき上げ、おちげ。おい、西園寺、山のごとく。おいって。授業中だよ。絶対このこと誰にも言うなよ。今をも知れぬ。どうして？どうしてもだ。何か。いえ。今をも知れぬこの岩が、死なばまさしくその娘。祝言さするはこれ眼前。ただ恨めしきは伊右衛門殿。騎兵一家の者どもも何安穏にあるべきや。思えば思えば、ええ恨めし。持つたるおちげ、くしもろと。一つにつかみ、ひっとねじ切る。髪の内より。早い！何か。
スク。サボってんじゃねえぞ。大体終わったよ。ふーん、ま、そんなことはどうでもいいんだ。なんだよ。マコトってさ、あ、サイオン寺とあんな仲良かったっけ。向こうから話しかけてくんの。脈ありだな。お、サイオン寺ってあれはあれで結構人気あるんだぜ。騒がしいだけのやつかと思ってた。お前ほんと女見る目がないのな。ほっとけよ。いいな、サイオン寺って可愛いもんな。何、お前好きだったの。可愛い子はみんな好きだ。はいはい。こんなにも俺は求めているのに、誠、お前だけずるいぞ。ああ、俺は何もしていないし、サイオン寺ともどうにもなっていない。そう言っていられるのも今のうちだ。お前はすぐに俺たちを置いて大人の階段を登ってしまうんだ。でもサイオン寺じゃな。生意気勝ち組、アルが来ないのは俺だけか。じゃない、お前を殺して俺も死ぬ。なんてわかんねえよ。いた。お、ねえ、話があるんだけど。何。ここだと話せない。お前ふざけるな。ビシ、バカ、お前勘違いしてるぞ。絶対他の人がいると伊藤が困ると思うの。卒業おめでとう、バカ。なんでサイオン寺が屋上の鍵を持ってるんだ。私天文部部長だったりして。1年なのに。何年も配布されていたから私が名乗り出たの。天体観測したいんだって言ったら簡単に許可されたよ。で、実際はそんなことはしてないってわけか。それって意味あんの。そういうのって面白くない。ん、秘密の場所があるってドキドキして楽しいじゃない。そういうもんか。で、俺は今不安いっぱいで楽しくないんだけど、話って何。なんだっけ。お前が誘ったんだろ。分かってるって、伊藤はせっかちだよね。じゃあ発表します。じゃーん、私ね、さっき桂さんと友達になったんだ。大工って4組と合同でやるでしょ。その時にね。その時ってどうやって。ふふ、興味津々だね。いや、桂さんって体が弱くてね、さっきも見学してたんだ。私も仮病使って一緒に休んだ。仮病はまずいだろう。伊藤に気使ったんだよ。携帯覗いちゃったからね。それでね、いっぱい話して桂さんのことがいっぺんに分かった感じ。そうか。桂さんってね、あんなに可愛いからクラスで浮いてるらしいよ。そうなのか。それで友達とかほとんどできなくて寂しかったんだって。私ね、メルアドもゲーバンもゲット。すごい。すごい。今晩電話してみるつもり。伊藤にも後で報告するね。ああ、でもサイオン寺なんでそこまでしてくれるんだ。ふふん、伊藤って結構女子に人気あるんだよ。俺が。ほら、やっぱり気づいてなかった。何言ってるんだ。その伊藤に好きな人がいたって言うんだから、これは女子代表として無視できないじゃない。あれ、伊藤怒っちゃった。からかってるつもりじゃないんだけど。誰かに。もう誰かに喋ったのか。なんか伊藤怖い。大丈夫だよ、もう誰にも言わないから。もう、もうってどういうことだ。痛い。あ、ごめん。誰にも言ってないよ。本当に。うん、よかった。分かったらどいて。お、これって誰かに見られたら超ヤバいんですけど。ごめん、俺動転してて。いいよ、伊藤は真面目なんだよね。ねえ、ちゃんと応援してあげよっか。え、冗談とかじゃなくて、私がちゃんと手伝ってあげる。伊藤の片思いが実るように。この世界さんに任せなさい。まだ俺は了解していない。任せないなら喋っちゃおうかな。待て、サイオン寺。世界でいいよ。え、サイオン寺世界。世界ってワールドの世界だよ。つける大きい名前でしょ。気に入ってるんだ。